演劇文化クロッシングボイド。そういえばウィハル、あなた先ほどチラシをもらっていましたわね。なんて書いてありましたの？日頃の感謝を込めて先着100名様にゲコタのマスコットをプレゼント。あら、駅前のスイーツ店ですわね。へえ、私にも見せてよ。ちょうど通り道だし食べて帰らない？ま、お姉様はスイーツではなくキャンペーンのマスコットが気になっていらっしゃるのでは？な、何言ってんのよクロコ。あ、私がゲコタのこと気になるわけないじゃない。お姉様ってばちーっとも素直じゃないですわ。私知っていますのよ。先日通販で入手されていたあのゲコタパンツ、限定品でしたわよね。あ、あれは。てか、あんたなんで知ってんのよ。ベッドの下にもゲコタのパジャマにペンギン山にのお子様丸出しの下着まで隠していらっしゃいますものね。で、それをそこまで詳しく知ってるあんたは覚悟できてるのよね。地雷を踏みましたの、クロコ。あんたの相手全力で行かせてもらうわよ。まったく、いい加減にしなさいよね。お姉さまからの愛の鞭、いいですわ。行こう、ウィハルさん。バカはほっときましょう。いいざーや、道理でくせえと思ったぜ。てめえここで何してやがる。いやあ、しずちゃん、久しぶりだから挨拶しておこうと思ってね。言っただろ、二度とこの町に来るんじゃねえって。忘れたとは言わせねえぞ。だって俺この町大好きなんだもん。ほう、じゃあここで死んでも文句ねえよな。いざや！ガチ！スワリ！サクラ！ガチ！かまいたち参上。大したことねえな。あれれ、しずちゃん、まさか本気？でも残念、君には俺を捕まえられないよ。おい、待ちやがれ。
つ。考えても不幸に愛されているとしか思えない。昨日の夜中に雷が落ちて電化製品がほぼショート、冷蔵庫の中身は全滅だし、非常食のカップ麺は長地帯にぶちまけ、外食のために財布を探したらキャッシュカードを踏んで壊す。最悪だ。結局卵の引き換え券が最後の希望だな。どうやって食っていこう。いいぜや。ああ、大切なチケットが全滅した。おい、そこのてめえ何しやがる。ねえねえお姉さま、私のスイーツも食べてくださいまし。クロコ特製納豆あんでクリームトッピングですのよ。さあ遠慮なさらず、さあさあ。死ぬいざや。自販機を投げて私とお姉さまの中を裂こうだなんて卑劣な能力者ですわね。許せませんわ。ちょっとそこのあなた、私はジャッジメントの白井クロコと申します。器物破損及び町の風紀を乱した罪であなたを成敗いたします。覚悟なさい。ああ、ガキは危ねえから首突っ込むな。早く学校に帰んな。あら、私を舐めたこと、すぐに後悔しますわよ。行くぜ。尾行しているのではないでしょうね。んなわけねえだろ。俺もさっきのバーテンダーを追っかけてたんだよ。あいつが投げた自販機のせいで最後に残った引き換え券が全滅だ。で、常盤台のお嬢様に貧乏学生の苦悩なんて理解できねえだろうけどな。あれは町の警備用ロボット、騒動を察知してこちらに向かってきたんですわ。では私はここで失礼いたしますわ。おい、一人だけずるいぞ。俺は何もやってねって。自販機を壊したのはあのバーテンダーだって。不幸だ。あたしとやり合って勝てると思ってんの。ジャッジメントですの。今度こそ
たな相手。よっせーの。勝利など取りやすい。